ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はエニアグラムタイプ別の適色、うんうん、タイプごとに、はい、まあ、何か適色はあるんですかみたいな質問を、うんうん、S さんからいただいたものですから、うん、ちょっと考えてみました。うん、はい、で今日はこのヘレン・パーマーさん、うん、鈴木秀子さん役のエニアグラム、うんうん、職場で生かす9つの性格というのをもとに、うんうん、まあ、学んでいきたいなと思ってるんですけども、はい、まずタイプ1から、うん、まあ、タイプ1っていうのは、まあ、別名裁く人、うん、改革する人、うん、模範となる人、潔癖な人なんて言われてますけども、うんうん、タイプ1に、まあ、向いてる仕事として書かれていたのは、まあ、明確な指針がある、うん、細部まで正確さが求められる、うんうん、例えば経理とか財務、うんうん、なんかが向いているのではと。僕の苦手な部分で、一を必要とする職業としては、うん、まあ、手術室のスタッフ、もう絶対ミスしてはダメっていうところとか、うんうんうん、あとはその原子炉の点検チームとか、うんうん、ワールドシリーズ第7戦の審判みたいなことが書いてあります。それはもう一切情とかが、例えば審判とか言ってると、あ、このバッターちょっと好きなんだよねで、うん、情が入ることは絶対にない、うんうん、もうルールの方が重要ですよね。重要情よりも、はい、で向かない仕事として挙げられているのが、うん、まあ、仕事の方針が目まぐるしく変わる、うんうん、部分的な情報のみで決断を下さないといけない、うんうん、っていうのは、まあ、タイプ1にとってはストレスがたまる、うん、多分ルールがないみたいなところですよね。そうですね。で作りなさいだったら作るんでしょうけども、うんうん、ないところでルール自体がこうコロコロ変わったりとか、はい、すると多分もうルールをしっかりしろよみたいな、何に従えばいいのかっていう何に従えばいいのかは違うかもしれない、うん、どのルールでやればいいのかっていうことですね。そうそう、というタイプ1、うん、では次はタイプ2、はい、タイプ2、別名応援する人、うん、支援する人、うん、ここでは神の右腕、影の実力者なんて書かれています。まあ、ゴッドハンド向いてる仕事としては、人間関係が重視される仕事、うん、例えば人事部、うんうん、ナース、うん、セールスなんて書かれていました、うん、まあ、なんで人と接して、うん、人をサポートしてっていう仕事が向いてるよっていうところで、うんうん、2が必要な仕事としては、例えばまあ、マスコミの対応とか、うんうんうん、例えばある商工会議所で説明する役、うん、何かを説明する役とか、うん、超見栄えはいいでしょうね、うん、タイプ2がすごい笑顔で、うん、そう、すごくフレンドリーなんでね、タイプ2って。っていう人たちが、まあ、向かない仕事として挙げられているのが、うん、他人と交流がない仕事、うん、もったいない。もったいない。あとはその、なので、まあ、プログラマーとか、うん、まあ、一人で黙々とやるプログラマーとか、うん、税の監査役とか、うんうんうん、っていうのは向いてないのでは、うん、多分人を、なんか困ってるんですって言われると、うん、通してくれそうな、うん。だけどこの人たちって、はい、不正をしないかしっかりここダメですここダメですって指摘する側の人じゃないですか。税の関係、そうですねだから多分向いてない、こう苦しくなっちゃうじゃないですか。そうです、苦しそうな顔されると苦しそうだから助けてあげたいって気持ちがこう出てくるので多分厳しい。1なんかはこの辺はできそうですよね。1なんかこれルールですからですよ厳しくルールを守らないのはこう人間として認められませんぐらいのことを、やっぱそこまで違うんですよね、うん、はい、でタイプ3、タイプ3としましては、うん、目的を達成する人、うん、ことをどんどん進める人、うん、即断の達人と書かれています、うんうん、なのでそのタイプ3に向いている仕事としては、うん、競争相手がたくさんいる、うん、そして達成すべき目標があって、うん、努力が目に見える形で報われる、うんうん、高い給与肩書き、うん、仕事の決定権がある、うんうん、っていうところがタイプ3に向いている、うん、なんでそのタイプ3を必要とする職業としては、例えばマーケティング、うん、販売、宣伝、うん、まあ、営業マンですよね。急激な業務の拡張がある時とか、うん、っていうのはとても有能さを発揮する。売上を伸ばすみたいな明確な目標があって、それにするためにどうしたらいいかみたいなことをする人たち、これをどこどこのエリアにどんだけ売るかみたいな、そうそうっていう時にこうマーケティングだったら、ほんじゃこの仕組みを使ってこうしてこうみたいなのとかすっごいうまそう
そう、はい、とか、まあ、営業マンだったらこういう人たちをターゲットにこういうことを言えば売れるんじゃないかみたいな。なんであなたたちは逆にその急激な方向転換にも全然耐えられる、うんうん、むしろ喜んで伸び伸びと喜んで、だからこうやってみてこれダメだなと思ったらすぐ切り捨てますよ。あ、これちょっとダメそうだから次行こうみたいなっていうのができる人たち、うん、なんで逆にこのタイプ3が向かない仕事としては、うん、まあ、行動よりも熟慮を求められる、うんうん、とか、あの、例えばアイデアの検討、うんうん、試すとかじゃなくて、うん、ちょっと熟慮してください、うん、とか、まあ、質問や意見とかで仕事が止まってしまう、うんうん、っていうどんどん進めたいのに止められるのは、なんで僕の知り合い の, そのタイプ3の社長とかは、はいはい、もうこういう熟慮を求められると、はい、もうそんなことですからやったらいいんだよ、やったら結果が分かるんだよみたいな、もうすぐやれみたいなっていう感じで、まあ、自分自身もすぐやるし、だからスピード感がとにかく速い人たちですよね。こう思ったらとにかくやってみるって、ダメだったらダメでお蔵入りするものもいっぱいある。だからそのダメかもしれないものに時間とかを使ってるのが無駄って思ってますからね。そうですね、ここにもその猛烈社員の典型と、うん、で厳しい競争を最善を尽くして戦い抜いて、うん、最後の最後で勝者の仲間入りを果たすなんて書かれています、うんうんうん、タイプ3そんな感じです、ね、はい、でタイプ4、うん、タイプ4としましては、うん、特別な存在であろうとする人なんですけども、うんうんうん、ミューズ神様ですね、うん、選ばれたもの達人、うんうん、特別な人なんて書かれています、うんうん、いいな羨ましいな言われ方の問題ですよで、タイプ4に向いている仕事としては、うん、まあ、独創性個性が重視される仕事、うんうん、個性で勝負する職種、うんうん、なんで広告とかアート、うん、アート関係なんて書かれていて、4を必要とする職業としては舞台の人、うんうん、とか、まあ、研究室や製図台で創造をクリエイトする、うんうんうん、とか防具紙のモデルって書いてあります。防具紙の、あ、防具、防具っていう雑誌の雑誌のモデルと書いてあります。で、向かない仕事としては、うん、まあ、独創性が求められるのが向いてる人たちなので、うん、逆にその厳格で超ルールがしっかりしていて、うん、もう個性なんていらないっていう、うん、このルールに従え従えっていう職種とか、うん、まあ、単調もうこれをずっとやってればいいよっていう仕事とかが向いてないよ、うん、なんでその、うん、軍隊とか、うん、保険業なんてことが書かれていました、うんうん、まあ、だから経理とかもそんな感じですよね。一の向いてる経理、そうですね、ひたすらこう伝票整理みたいな、ルールに従ってルールに従って入力して仕分けしてみたいなのをひたすらやる。なるほど、そうですね次はタイプ5、うんうん、タイプ5としましては考える人、哲学者、賢人、うんうん、分析家なんて書かれています、うんうんうん、向いている仕事としましては十分に考える時間のある仕事、うん、研究や開発、うん、コンピューター関係の仕事、うんうんうん、一人で黙々と一つの穴をずっと掘っていく、ずっと掘り続けられるできない、うん、できない。なんでその5を必要とする職業としては、まあ、分析力が求められる仕事、うんうん、例えば、まあ、大学の教授とか、うんうん、あとはその都市計画のプランナーなんてことも書かれています、うんうん、で向かない仕事としては証券ブローカーなどむき出しの競争がある、うんうんうん、有利タイプで人と離れていたいのに競争を強いられる、うんうんうん、エネルギッシュなところで、うんうん、多分この人たちが5の人が商店ブローカーみたいなところ入ったら、はい、もうシステム組みそうですけどね。あ、 AI を組みました。僕の代わりにこの子があって、そうっていうぐらいの感じの人たちですよ、この人たち、うん、あとはその例えばデパートの受付とか、まあ、保育園、あ、スチュアーデスみたいにすごい笑顔と気配りが求められるあことはちょっと苦手なのではないかと。掘りたいですからね。エンジンは何考えてんだろうか、この子供観察してしまう泣いてるのに、泣いてる、この泣いてる原因は何なのか、子供たちは一体どういうことで泣くのかみたいな一冊の論文にまとめましたそう。だからまあ教授やる、多分保育に興味を持ったとしたら、はい、保育園の保育士ではなくて、はい、そういった大学の教授とかや保育園 の,、うん、の人たちを教える教える人に多分入ってくんじゃないかなっていう、はい、でタイプ6、タイプ6としましては、私自分のことは、うん、タイプ6だと思っているんですけども、うんうん、
ほらもう天の弱監視者、騎馬警官、もう全然嬉しくない。ミューズ4がミューズ、まあいいですね、すいません、そういうコーナーじゃなかったです。そう、すいません。タイプ6が向いてる仕事としましては、明確な権威がいて問題点のはっきりしている仕事、誠実さが尊重されて、まあ、例えば大学の研究者や会計監査、調査関係の仕事なんて書かれています。なので6を必要とする仕事としましては、検察官、経理責任者、企画を起こす部署で、実際に企画を起こすんじゃなくて、起こした企画を進める人、あ、でもそんな感じ、これが足りない、ここが危ない、これをやんなきゃいけないんじゃないか、っていうことをバーッとやり尽くす、くそ、ディスりやがって。ディスってないですよ。ディスってないですよね。で、向かない仕事としましては、方向性が曖昧な仕事、あと主流派に有利に働く仕事、要はその、権威、一人の人、ワンマンだとやりやすいんです、この人の意見が正しいので、主流派っていう、誰だからなんですかね。この人、まあ、僕これを見て思ったのが、こう正義とかも関係ないじゃないですか、主流派。ああ、そうですね、はいはいはい、そういったところが気に入らないのかなっていう。ちょっと一っぽいですね、それはそれで。なんかなんていうんですかね、この人ばっかりたちばっかり得しやがって的な。ああ、なるほど、それはありますね、っていうのを今ちょっと思っただけで。それはありますね、なるほど。もっとこういう困ってる人たちもいるでしょみたいな。守らねばの。そう。守らねばのところですね。守らねばみたいな。なのでもうちょっとこの人たちのことも考えましょうみたいな。仲間が大事な人。仲間が。あの尺って一番目に書かれたのがちょっと。申し訳ございません。次は、タイプ7、タイプ7としましては、まあ、楽しさを求め計画する人、プランナー、エンターテイナーなんて、ほらもう天の弱と。まあいいですね、すいません。で、タイプ7が向いてる仕事としましては、真摯の気質が活かせる、情報が素早く移り変わるような仕事、多分簡単に移り変わっていくんでしょうね、7も同じように、そう、あんまこうこだわりがないんじゃないですか。なんでどんどん新しいこともどんどんついていく、面白いことを、はい、なんでその向く仕事、7を必要とする職業として書いてあるのは、例えばその面白いプロジェクトでのブレインストーミングや計画段階、計画段階のブレインストーミングですとか、例えばその複雑なアイデアをネットワークで結んで促進する仕事とか、まあロビー活動、これ面白いでしょみたいな。あ、そう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 。あとはそのマスコミの制作マネージャーとか、広報宣伝活動っていう、その新しいとこに行って、バーってその楽しさを広めるみたいなのがやっぱり向いている。で、向いてない仕事としましては、先が見えている、その反復的な仕事、明日もこれ、次の日もこれ、明後日もこれっていうのは、多分ストレスだね。ストレスがかかってくる。なんでその観光庁とかの責任者とか、一つのことの研究っていうのはちょっとストレスがかかっていくのかなっていう。だからこの一の人、仕事の方針が目まぐるしく変わるみたいな、先ほど見えないことが嫌なわけじゃないですか。そうなんですよね。で、この7の人、先が見えてたら嫌ですよね。先が見えてるとストレスが溜まる。ストレスが溜まる。でも1にとって、統合の方向は7。そう。なので、こう、そういうところも手放していきましょうっていう。いうところなんですよね。で、タイプ8としましては、強さを求め自己を主張する人、大将、対決者、挑戦者と書かれています、向いてる仕事としましては、競争的な要素があって、建設的なエネルギーの吐け口が得られる、なんでその建設的な交渉とかのによってエネルギーを発散させる場がある。これはこうしたらいいだろうみたいなことを言いたい、ドーンって言える場所が超向いている、なんでその8を必要とする仕事としては、対立が起こった時に指揮を取る仕事、そのビジネスの拡大の時に先頭を行く人、俺についてこいですからね。そうですね。あとその法廷の弁護士、なんで僕先ほどもタイプ8の説明をちょっとしたんですけども、橋本徹さん、タイプ8じゃないかって話をしたんですけど、まさに弁護士、組合のまとめ役、
スポーツチームの監督、うん、星野選手さんもよく8なんて言われてますけども、うんうんうん、であと向かない仕事としては時間がかかる駆け引きとか、うん、管理責任の分担、うん、責任の分担が必要、あとは顧客対応、うん、文句言ってくるのを聞く、おとなしく聞いてください何をって言いますからね、あのクレームをおとなしく謝ってくださいという仕事です、どうぞ、うん、多分無理ですよ、うん、ああみたいなライバルっていうところで、うん、タイプ Q に、向いている仕事としましては、タイプ Q、調和と平和を願う人、うん、調停者、交渉者、争いを避ける人なんて書かれていますけども、うん、向く仕事としては、ま、全体像を見つめてさまざまな情報を考慮し、うん、に入れることが求められるような仕事ですと、うん、で書かれているのは例えば、ま、行政組織の副責任者とか、うんうん、会社の各部署の責任者、うん、企画の全体像を構築する仕事とか書かれています、うんうん、まあ、これ多分有利タイプで、多分上の方から俯瞰して見て俯瞰して組み立てるようなことができる、うん、なのであのよくこうタイプ Q の人って自分がないって言われてますよね、うん、でそれはこう、はい、いろんな意見が入ってきちゃうんですよね、全部そうだって思える、この人の意見もこの人の言ってることも分かるな、全部そうだって思う、そうなのでよくこう話してても出るじゃないですか、そうですね、あ、まあ、この人のこの意見もあるけどこの人のこの意見もあるよねみたいな、僕はタイプ6なのに俺の意見を聞いてくれよってなるんですけど、うんうん、はい、でもまあ逆の見方をすればこうだよねみたいなことを思ってたりする、うん、そうなんですよね、で本当にそう思える、本当にそう思えてどっちの考え方もあるよねみたいな僕はやっぱりその、うん、いやいや あるかもしれないけどさ、うん、じゃないんですよね、なのでそこをどうやって折り合いをつけていったらいいんだろうなみたいなことをずっと考えてる、うん、僕にはちょっとなかなか難しいっていう、じゃあお前はどうしたらいいと思うんだって言われると一番困るんですよ自分はないけどこの今の意見を汲み取って、そうそう、組み立てるとっていうのが最、じゃあちょうど真ん中辺がこの辺じゃないのかなみたいなっていうことをいつも考えてるみたいな、で向かない仕事としては、うん、仕事のペースが速くて、うん、これもまあ目まぐるしく環境が変わって、うんうんうん、人と人とのつながりを重視しない、うんうんうん、仕事はちょっと難しい、うん、向かないと書かれて、つな、うんうん、がりが大切 で、まあ、ざっと一通り、うん、このただこの向いている仕事、うん、向かない仕事、うん、まあ自分私もこの、うん、なんていうのタイプ6だと思ってるんですけども、うん、明確な権威がいて、うん、もうまさに今の会社がそうで、うん、社長のワンマン会社だから、うん、とりあえず何か揉め事起こった時に、うん、ここさえ通せば OK っていうのはすごい楽なんですよ、うんうん、だから多分この向いてる仕事って楽な仕事だと思うんですよね、要は自分がストレスがかからない仕事がこういう仕事で、ただそのこういうストレスがかからないエニアグラムってどっか欠けてますよって、欠けてる部分がそのタイプとなってタイプなんですよっていうところだと思うので、はいはい、要はこの成長の方向のタイプ3、例えばタイプ9だったら成長の方法がタイプ3じゃないですか、はいはいはい、でタイプ3のところがタイプ9には欠けてる部分っていうところなんですよね、で私っていうと、うん、タイプ6のタイプ9、うん、まあ、全そうですね、うん、全体像を見据え、うん、いやボスばっかじゃなくて全体を見ろよとそう、はいはい、でこういろんな意見のこともちょっとみたいなところだと思うんですよ、はいはいはい、でなのでそういうところは刺激にはなるかなっていう、なるほど、うん、なんでまあ一応こういう本にも書いてあるんですけども、うん、まあ、注意すべきこととして、うん、とてもエニアグラムっていうのは自分の状態っていうのを当てはめてる、うん、当てはまるんだけれども、うん、基本やっぱりエニアグラム、うん、それぞれのタイプの視点をみんなが持ってる、持ってるっていうところと、うん、あとはこれも一種のはめ込みだよと、うん、はめ込みなので健全度が上がるとタイプの特徴がなくなるっていう言いますよね、よく、はい、でなのでタイプ9だったらタイプ3っぽく見えたりする、はいはいはい、っていうのが健全度が上がった状態だとすると、まあ、そこを目指していかなきゃいけない、自分の欠けてるところは欠けてないんだと、あ、そうですね、とらわれてちゃいけない、なんでか、これが向いてるから、うん、楽だからいいじゃんじゃなくて、うんうんうん、っていうことですよね、なので、まあ、ずっとここにいるとストレスはたまるとは思うんですけど、はいはい、3のいるところ、ただ自己成長にはなると思うんですよね、うんうん、あとはまあなんでこれをどう生かすかというと、うん、まあいろんなタイプがあるねと、そうなんで、あ、自分確かにこういうとこあるね、うんうんうん、あの人確かにその、うん、
ルール一辺倒だねみたいな、うんうんうん、あでもタイプ1だからそうタイプ1だからこう多分こういうことを考えてるんだろうなって思うと、はいはい、多分自分の気持ちも楽になるかなって、あの攻撃しようと思って言ってきてるわけじゃなくて、うん、そうそう1だからなんかこうとても大切にしてるルールがあって、はい、それを守ろうとしてるからそれを守れない周りの人たちにイライラしてるみたいな、はい、っていうルールがあるって思うとあちょっとあこういうルールなんだっていうで、まあ、そこまで思ったらそのルールは何だろうまで探っていくと多分人間関係も良くなっていくんじゃないかなし、あとはまあ細かいところにとても本当によく気がつくので、うん、そこは本当に助けられたり、うん、で細かいところうるせえなってさっき僕言っちゃったんですけども、うんうん、これ僕やってなかったことじゃん、うんうん、っていうことなんですよね、うんうん、っていうのは素直にありがとうって言うと、うん、人間関係も、うん、まあでもちゃんとやれよって言ってきますからね言われますよ言われなくてもちゃんとやるようにぐらいのあそれはありがとうございます、うん、そうそうあ細かいこと気づいてありがとうねって言うとそう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 なのでこうエニアグラムを知らなくてそれを言われるとって思うちって思いますねそこまでやらなくてもいいじゃんとか思ったりするけど、はいはい、このエニアグラムを知るとあこの人はこういうルールだからに突き動かされてだから ありがとうございますって言っとくと多分喜ぶ相手は、はい、あとても参考になりますとか今度から気をつけますとか言っておくとあもう今気持ちよかったです今そうっていうふうになるあまあでも今度から気をつけますって気をつけないと怒られますけどでもまあそういう人間関係にも役立つ、うん、役立つはい、うん、でこれは決してあのここに縛り付けるものではないけども、うんうんうん、まあだから例えばこういう職場であってもなんか全体を見せてさまざまな情報を考慮することが求められる職場、はい、であったとしても別に他のことも多分求められると思うんですよね、まあ、これしか求められない仕事場なんてないと思うんで、はい、その場でそういうところで力を発揮していけばいいんじゃないかなって、はい、大体どんな場所でも発揮できる場所はあると思うんですよ、はい、ってなると多分やりたいことはやりましょう そうですよね本当に人とのつながりがないとこなんてないし、 ないしちゃんと一生懸命ギューって掘っていくことがない仕事なんてないですよね、うん、そうなのでその入った先で自分がどう立ち振る舞うかみたいなところにこういうのを生かしていくみたいなのがいいんじゃないかなって、はい、で言いながら、うん、私にもそう言い聞かせながらやっておりますそう、はい、だから、まあ、6話でも一番人に合わせるのが得意なあでも自分はないんですけどね自分ないのは9も一緒ですねいや何をおっしゃるもんいえいえでべったりしちゃうのも私の、はいはい、というところでありがとうございました、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。